ブリーチを流したんですが、ブリーチの後にムラになりやすい原因としてはブリーチが残留している場合なんですね。でシャンプーしたから落ちるっていう感じでは僕はないかなと思っていて、しっかりですねシャンプーボールでお湯をためて、毛髪の内部の溝を入れ替えてあげると、で残留している薬液を外に出してあげるっていうのが必要かと思います。で、今ほとんど使ってる状態なんですけど、シャンプーはしていません。なんで軽く泡立てた状態で今ちょっとつけてる状態ですね。でこの部分は前もって水の入れ替えはしてるので大丈夫です。で特にやっぱりこうこのベース自体がしっかりしたベースができてないと色も乗らないので弾いてしまうんで、乾かした時にムラがすごい分かりやすいんですよね。なのでここはちょっとしっかりですね、時間を置いていただいてもいいかなというふうに僕は思います。はい、で、しっかりこうたっぷり溜まるような感じで調整をやってますね。はい、です。